富山の堀光堂です。今回もよろしくお願いします。今回はですね、質問箱にお答えします。ということで今回の質問は、はい、こちらになります。ありがとうございます。堀さんは2020年の夏、一番夏らしかったことは何ですか、ということで、こちらの質問に答えたいと思います。はい、ということでですね、堀さんは2020年の夏、一番夏らしかったことですね、とは何ですか、ということなんですけど、2020年夏、ということなんですけど、今回ですね、これ撮影しているのが9月1日ということで、夏、そろそろ、秋に、ね、なってくるかなっていうような、ね、感じなんですけれども、2020年夏、一番夏らしかったこと、いろいろ考えたんですけど、やっぱりね、暑かっためちゃくちゃ暑かったっていうのがね、あります。はい、どこに行ったとかね、これしたあれしたとかじゃなくて、暑かったなんですよね。で、僕その2020年の夏、何してたかというとね、もう皆さんお分かりの通り、毎日ですね、本当毎日コロナ会見のその解説動画を毎日、今もやってますけど、これ撮影してる9月1日も、会見があったので解説しましたけど、そのコロナ会見の解説 YouTube ライブですね、をもう毎日やったなっていう、夏らしいことではないんですけど、その2020年ですね、2020年夏に何やってましたかって言われたら、コロナの解説ですね、コロナの会見の解説を、毎日やってましたっていうことですね。はい、で、この解説も暑かったなんですよ。暑かったっていうか、今も暑いですけど、YouTube のね、この動画を撮影している今も暑いんですけど、っていうのはですね、コロナ会見の解説っていうか、その YouTube の撮影もそうなんですけど、その YouTube ライブも、アップロードする方も同じなんですけど、もう扇風機もエアコンも、エアコンないんですけど、この部屋エアコンありません。はい、エアコンもないですし、扇風機とかも、あとなんかこの前買った冷風扇もですね、全く使わずにやってるんですよ。っていうのはやっぱりそのファンの音が聞こえるからなんですよね。そのファーってね、冷風扇もそうだし、その扇風機もそうだし、エアコンはない部屋なんで、なので本当そのファンの音っていうのは結構気にしてるので、やっぱりその暑かったと暑いっていうのがあるんですよ。はい、なので、そのちょっと裏側の話になりますけど、そのコロナ会見の解説やってると、やっぱりその長い時は2時間ぐらいやるんですよ。2時間ぐらいやるので、その時はもう全くその扇風機もなし、冷風扇もなく、要はそういう冷房っていうかね、そういうエアコンも全く なくっていうところで2時間やってるっていう。 なので、アーカイブ残ってるので、会見のアーカイブ残ってるので、ご覧いただけたらいいと思いますけど、その例えば2時間のね、スタートからここまで1時間半とか2時間とかっていう時あるんですけど、長い時そうなんですけど、ここの時のこの最初のスタートの時に、ね、富山の堀光堂ですっていう時のその時の顔と、ここの最後あたりの顔全然違うよ。アーカイブ見たら分かりますけど、毎回違います。ここはまだまだ涼しくはないんですけど、暑いんですけど、まだいけるっていう感じなんですけど、ここまで来たら結構その顔にすごく汗かいてて、でも本当に暑そうって感じ、すごくアーカイブなんですけど、自分で見ますから、毎日自分の動画見てますから、見てていろいろチェックしてるんですけど、ああだったこうだったみたいなね、自分の中で反省会してるんですけど、それ見てもその全然違う、こことここ そのスタートと終わりの顔つきっていうか全然違うので、とにかく暑いんですよね。
暑いので、まあ、その中やってるっていうことなんで、まあまあ、今年というかね、2020年夏はコロナ会見の解説を毎日ずっとやってたっていうことなんで、まあ、その暑い状況でやってるので暑かったっていうことなのかな。はい、今回の質問なんですけども、堀さんは2020年の夏、一番夏らしかった、まあ、夏らしいっていういうことで、まあ、暑いっていうのも夏らしいよね。でそうだよね、うん、春秋冬って、まあ、暑いこともあると思いますけど、まあ 春とかね、春の終わりとか秋の初めとかはまだ少し暑いですけど、まあ、でも夏といえば暑いだよね。で今年は本当に暑いなと思った夏でした。はい、コロナ会見の解説してて、でちょっと繰り返しになっちゃいますけど、その冷房っていうかね、そういうのが全くない、状況でやってるので暑かったっていう、はい、ということです。はい、なのでまあ僕ね、自分の動画見て思ったんですけど、思ったんですけど、そのコロナ会見してるときによくそのちょこっとこうミスするときあったりするんですよ。例えばなんか日付を間違ってたりして、で後から「ああ日付間違ってました」って言って「ああすいません」って言ってこうしたりとかって、で結構それね、暑さかなっていう、うん、暑いから頭が回らなくなってみたいな。でこう書きながら書いて自分のその会見のね、このコロナ会見のメモを取るんですよね。そのメモを取って、そのメモをその目の前にパソコンの画面あるんですけど、その画面を見ながら書いて、見ながら書いてっていうことなので、でそれで暑いでしょっていう、で結構そのちょっと言い訳になっちゃうんですけど、その言い訳になっちゃうんですけど、もう暑くてっていうなのかなっていうふうに思ったりします。やってる時も結構頭回ってないなっていう時割とあります。やっててね、こう会見の解説とかやってて、なので結構暑さって結構あるのかなっていうふうに、はい、思います。まあ、でもそのだったらこの部屋にエアコンつければいいねかっていうふうになると思いますけど、そのお金がないんですよね。そのお金がちょっとねっていうところなので、はい、なのでまあまあ今日ですね、9月1日なんで、もう少し我慢してですね、もう少し我慢しましょうっていう感じです。はい、まあ熱中症にならないように気をつけてはいるんですけど、しっかり水分取ってね、しっかり水分取ってからやってるので、うん、スタートしてるので、まあ2時間ぐらい喋ったら2時間この2時間ずっと何かを飲んでとかってお水飲んでっていうのは多分おそらく1回も見たことないと思います。1回も飲んでないので、はい、2時間やった時は2時間全く水分なしで終わったらもう真っ先に飲みますよ。はい、だしもう汗びっしょりだから最後までご覧いただいてですね、アーカイブでもいいので、いつの会見でもいいので、最近の会見でもいいので、本当、うん、最初から最後までご覧いただくとだいぶ分かるんじゃないかなと思います。まあ飛ばしてでもいいですけど、飛ばして最初から少し見て、であと、まあ、後半というかね、後半の顔いきなりパッパッとこう顔こうまあ、早送りというかね、すると、こうジャンプというか、こう飛ぶと、まあ、分かりやすいのかなと思います。まあ、あとは結構僕、その、喋ってる時に、まあ、特にチャットにお答えの時かな、の時に、まあ、考えながらですね、そのチャット、どんな質問とか来るか分かんないので、まあ、それにこう答えてる状況なんで、まあ、そうなると、考えながらで結構喋ってるので、まあ、結構、カミカミだよね。まあでもそうじゃない時でも結構カミカミなんだけど、この動画でも結構カミカミなんだけど、まあそれもまあ言い訳になっちゃうけど、暑いっていうのもあるのかもしれない。結構頭回ってないっていう時がちょっとあったりするので、ポーっとする時が結構あるので、まあ本当熱中症にならないように僕注意してますけど、はい、まあそんな感じですかね。本当にその夏、今年の夏ってそういう話しかできないぐらいなんですよね。でもやっぱりそれってこれなんですよね。うん、やっぱこのコロナっていうのが、まあ要は富山県だったら、まあ、3月の終わりからですね、こうコロナっていう風に、流行っていうかね、こう感染者が出てきて、で、
で、まあ、こういうふうに解説やってるので、なかなか休みもなく、そして暑い、本当僕大丈夫かなと思ったりはしますけど、でもやりますよ、これからもやりますので、でもね、まあ、9月1日ということで、もう少し頑張りたいと思います。まだ夏の方、夏だと思いますけど、もう少し秋冬までっていうかね、まあその頃には、まあ、収束してくれればいいんですけど、コロナね、コロナが収束してくれればいいんですけど、でも今の状態っていうかね、まあ、今回、9月で撮影してますけど、現状はまだ感染者がこう出ている状況なんで、まあ、暑い中やってますと、いうことで、もう本当これしかないんで、コロナの会見と、ちょっと寂しいんだけどね、本当コロナの会見解説してました、めちゃくちゃ暑かったっていう、ね、まあ、今もこの撮影も暑いですけど、暑い状況でやってるんですけど、まあ、でも暑かったっていう、まあ、これしかないんですよね。だから本当今年の2020年夏はちょっと寂しい夏だったかなっていうふうに思います。まあでもね、僕息子一人、ね、いるので、今年生まれたんですけど、2020年生まれ、まだ赤ちゃんなんですけど、やっぱり息子いるって本当いいことだなと思います。はい、まあこのコロナとかね、暑かった以外だったら、まあ、息子と過ごした夏っていう、なんかそういうのも言えるのかなと思います。はい、ということで、終わりたいと思います。富山の堀耕道でした。ありがとうございました。